こんにちは。今日はね、ラブライフ、第3弾ウェハース、カウントエレミーす。顔つってないよね、これ。大丈夫だよね。大丈夫だね。さて、今回は、ラインナップはですね、ラブライブでーす。いつもと同じです。キャラクターね。今回は全33種、プロマイドカード。これはね、キャラクターカード9種。あ、まあ、めんどくせえな。ストーリーカード6種、オープニング、エンディングカード9種、プロマイド、金箔推しバージョン。とりあえずね、プロマイドの金箔推しバージョンが出ればね、いいと思うんで。はい、行くしゅー。これ全部で何種、何箱だ、23ぐらいあります。さて、行ってきまーす。さあ、一つ目いきますよ。この一つ目が大事。この出だしの流れを作るのがやっぱり、ハイグレタマ。あーやーおえウェハースしか見えねえじゃねえか、お前。あ。なんだよ、これ。おえすげえじゃんいきなりいきなり金箔欲しいプロマイドじゃん。ちょっとこれ、タクヤがいねえと、こういうのはわかんねえけどさ。わかんない。これ誰え、リオ、リンちゃんだよ、リンちゃん。すげえ。ちょっと顔が違うからなんか分かんなかった。すげえ、いきなり出ましたよ。特にまあこれバトルするとかじゃないんだよね、このカード持ってても。ただコレクションなんでね。まあ、まあバトルしたい人は、どうバトルしようするんだろうね、これ。まあいいや。まあこれは、いやこれはこうやってこう、ウェハースはね、まあ誰か食べる。いや、私は食べますよ、ちゃんとね。私もちゃんとしたら、ああさて、え待って、これ金箔じゃないけど、えまたプロマイドだよ。うん、ほんとだ。またキャラクターカードだけど、え絶対確率上がってるでしょ、これ、来てるわ。あ、これちゃんと近くで見せないとね、こう。何つってないよ、弾を。え暗いな。暗いどう、そうやって映る。映るね。映った。で、こっちもね、こう、映った。映った。はい。はい。じゃあ3泊目。雑だからね、俺。基本。嘘、何これ。え、ストーリーカード？え、どっちこれ？ラブライブ。ちょっと、はみ出ししちゃう。ちょっと、はみ出ししちゃう。やめてて、抑えてる。みたいな感じですね、これは。じゃあ4泊目いきます。どんどんいきますよ、この。おっと、これは次は、わ、ほのかちゃんがやだ、今日もルンルンルン、ファイトだよ、おっぱいバンブーって感じですね。もうちょっと、こう？こう？あ、こうね。てか、前よりカード絶対小さくなってない？これ。じゃあ5パックいきます。いきます。うわおっと、なんだ。あ、おーと、のぞみちゃん。これね、僕の紙面ですね。スピリチュアルやなっていう。6泊目いきます。もうね、夜の10時半なんでね。まあ、そんなうるさくできないんで。はーい。またストーリーカードだよ。セカンドシーズンの10話ですね、これは。なんて言ってんだろうね、これ。ほのかちゃんがやっぱファイトだよ、ファイトだよって言ってる。ごめん、わかんねえよ。いくぜ、何パック目だこれ。7パック目いきます。さあ、ちゃんと見えてる、これカメラに。俺の顔映ってないよね。映ってないね。お、お、ニコじゃん。もちろんニコニコニはい、これ何カードなんだろう。ストーリーカードじゃないよね、これ絶対。プロマイド、うん、新しく増えたんだな、これ。おい、やべ、金箔じゃねえ、これ。いや、さっきの似てるね。プロマイドだ。マキちゃんだ、おい。おい。おい。3枚目だよ、これ。プロマイド。あ、金箔じゃないけど。来ました、これは。今回、てか、サードシーズンじゃない、この3箱目。いや、いいわこれ。え、海ちゃんや。てかいいな、これ。
これいいね。これすごいゴミの量だけど。おお、来たよ。来た？来た。誰？来たー！ふみちゃんの金箔推しバージョン。ど、なにこれ？絶対隠れた顔映った今。いや、ふみちゃんの顔しか映ってない。あ、よかった。ふみちゃんの顔しか映ってない。なんかいいね。当たるね。すげえ当たるわ、これ。やっぱ、玉尾さん違うっすわ。やっぱ、父出してるからな、これ。父出すわ。父出して金箔ってもう。なあ。じゃあな、すげえわ。そう。ラスト何箱だ？10箱袋ぐらい。さあ、次は。え？りんちゃんじゃん？にゃ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 りんちゃんですね。りんちゃんね、人気ないからカップラーメン上の子に負けてるわね、りんちゃんだけ。えぐいわ、あれ。おやべえ、来たよ、絶対これ。2個かよ。金箔じゃねえのか。2個かよって言ってた。2個2個に。俺2個ね、みんな好きなんですけど、2個はそこまで俺、やっぱ。え？ん？何？大丈夫だね。ペチャーパイでしょ？これ。ねえ。あんま、そっち派じゃないんですよ。実は。ね、可愛いと思うけど、何？可愛い。大好き。あ？ちょっと開けちゃった、普通に。はっ！あー、またか、ほのかちゃん。ファイトだよー。次は何？いいね。おー。ファイトだ、ファイトだよ、書いてある。みんなが映ってる感じだね。ファイトだよ。もういらんわ、ストーリーカードは。いや、でもストーリーカードの方がなんか、新鮮味が出てきた。あまりにも出ないから。だって前なんか全部ほとんどストーリーカードだったのにさ。おお、なんでしょうこれは。てか今回プロマイド多くね。もう揃えそうじゃん全部。やばいでしょこれ。小鳥ちゃんだよね。4人目かな。 1,2,3,4,5,6 だね。そんなに？7だね。金箔入れたら金箔が2枚か。やばいな。第3弾は超出ます、金箔が。うん、X、第2弾全然出なかったね。いやー、はぁー、嘘、来ちゃった。マキちゃん、マキちゃんの金箔。さっきマキちゃんの金箔じゃないバージョン見比べてみるとあまり変わらないやないかい。ちょっと豪華になった感じだね。何ですか、ちょっと絵変えてほしいわ。前ね、第2弾の時は絵が変わってたんですよね。せい、もうウェハースも出さないというカードだけっていう。はい。なんだよ、かよちんこかよ。かよちんこ。おにぎりいっぱい食べてるでしょ。次いきまーす。おーっと、またか、お前か。ふざけんな、もう。カップラーメン食ってろ。ダメだ、りんちゃんファンがこっちは、りんちゃんね、これはね、可愛いと思います。はい。でも、にゃんにゃん言うのがちょっとわかんない。ちょっと理解できないから、にゃんにゃんだね。にゃんにゃんなんだろうね。おお、また、これ、多いな、カード。おお、誰だ、え、誰、花よ。あ、かよちんこじゃん。かよちんこさっき、あ、違った。出た。え、もう全種類揃ったんじゃないこれ。あ、ダメだ。まだあいつがいない。エリチーがいない。いやー、最後の2箱。行きましょう。あー。今回、ストーリーカードが少ないな。ストーリーカード欲しいわ、もう逆に。何？でもここでね、ブレイキングタイムということでね、アイドルマスターと死んでるからって。そうよいしょー。ちょっとウェハースがちょっと濃くなってるっていうね。こっちは白いけど、ここはダーってな感じで。全然わかんない。え、これ当たりなんじゃね？これ逆に？え、逆にこれ当たり？え、待って。え、待ってこれ。ごめん、わかんねえわ。でも当たりっぽくね？違う？これ。スケスケだよ。スケとくれないか、お前。ちょっとリアリティ増してる感じがする。
はい、ということでね、アイドルマスターシンデレガールの開封動画でーす。はい、最後の2箱いきますよ。もう終わっちゃうな。おお、最後に誰これって最後に来たね、私の望み、セカンドシーズンシャープ8。なんだこれは、文化祭か、なんだこれ、あ、望みのあれだ、望みのあの、なんか望みちゃんが悩んでる感じのね、卒業だからみんなで歌いたいっていう、あの最後のシーン来ました。はい、おーおー、ラストライブじゃん、ほら、すげえ。最後ね、最後締め、さあ締めた ね、 ね。いや、もう終わっちゃったかー、おい、ほんとに悲しいわ。終わりだ、終わりかなー。こんなとこに、嘘ー、 え、 え、どうした、もう一箱なんでやんの、もう一箱なんでやんの。俺今日仕事辞めてきたんだよ、それ最後の給料なんだよ、今日からニートだ、一緒に頑張ろう。いや、お前誰だよ。ちょっと来い、こっちに。え、ちょっと風が来るんじゃないの。ということでね、ニートのね、タマオとニートのコラボだね、タマオとニートのコラボなんで、今回一箱をね、さっきね、来てもらいました。一箱2500円です。いや、高いね。もう一箱いっちゃうか。君がちょっと、じゃあこっちの箱開けてよ。あ、このっちの袋交互に開けていこう。まず一、映ってるちゃんとこれ。じゃあ、いきますよ。まずこのニートくんが、開けます。はぁ、何？あー、ほのかちゃんじゃなくて、小鳥ちゃんだ。ここが全部被ってきそうだな。うん。被るな、俺が開けるよ、次。はぁ、お、お、またが、あれ、ほのかちゃんさっき出たっけ、ある、あるか、うん、あー、マジか。さあ、次はミートくんね、あるね、かぶるね、かぶるわ。てか今回ストーリーカード少ないのかな、ストーリーカード少ないからかぶるな、これ。次行きます。おい、かぶるわ。エリチーのキャラクターカード来いよ、いい加減。多分でもこの中に金箔入ってるんで、じゃあ何が来るか、うん、なんか言ってよ、うん、お、え、リンちゃんの金箔あるかない、ん、うん、あ、リンちゃんの金箔あるわ、かぶ、ね、ったダメだな、ちょっとウェハースこっちに置いて、ちゃんと、ちゃんと映ってんのかな、これ。いいよ。ちゃんとカード前に出さないと。あー、またこれだ。ニート君、もうちょっと喋ってほしいな。もうちょっと喋ってよ。いや、そんな黙っててもさ。そう、黙ってあげるんだけど、ちゃんとさ、話してあげてよ。僕、なんでニートになったのかとか。あー、のぞみちゃんですね。またさっきも出た、これ。もう、あかんって、ほんとに。え、何今度は。いや、えぐいな、これ、かぶりようが、今回は。すごいね。いや、前の箱の方がいいんじゃないこれ。のぞみちゃん出てなくね、まだ。うん、出てない。前のね、開封動画見てください。何これ、かぶりだね。かぶりや、やばいぞ、これ。やばい。でもウェハースが余ったるって言うんじゃ、閉めちゃうかな。ウェハースちょっとちゃんと箱に入れとかんとな。せい、まただ、やばい。あれだよ、前の箱の方が絶対なんか、うん、俺が開けちゃうね、君だよ、次は。え、なにこれ、お、いいじゃん、か、え、かぶりやないかよ、お前。え、かぶったよね、かぶった。それかぶったわ。かぶった。さあ、次行きますよ。よよよよ、あ、おお、お、あら、かぶった。マキちゃん、かぶった。また金箔。マキちゃんばっかじゃん。いや、マキちゃん、かぶるなぁ。マキちゃんとリンちゃんのいい勝負じゃん。マキちゃんとリンちゃん。
マフィちゃんがでも一番人気なキャラクターだからね。いいじゃね、もう視聴者さんにプレゼントみたいな、そういうのやってみたいけど、どうやって置くんだろう。あー、2個だね。ニコニコ2だね。のぞみちゃん来てくれ、のぞみ。のぞみのぞみないかよ、次5枚か。次行きましょう。何もうダメじゃんこれ、開封動画としてダメじゃねえこれ、あかんっしょ、ダメじゃん、マジで被るわ。え、これ本当にやばいじゃん。あれかな、のぞみちゃん出てないから、あれかな、あんまみんなすぐ揃えられるように、前の箱の価値上げてんの。ニコニーだ、かぶった。最後の3箱いきます。最後ね、これね、今回金箔あんまないね。うん、金箔ないな。あ、やべ、あ、後ろに開けちゃった。さい、あー、ほどか、ちょっともうダメでしょこれ、開封動画今回惨敗だな。最後の一個、最後のぞみちゃん来て、マジで来て、バッチャ、もう一箱買ってくる、ふざけんじゃねえよって投げちゃったわ。なんだ投げちゃう、マッチャ、マッチャ投げちゃうね。ということでね、今回は何が出た、40、ちょっと待って、ちゃんとウェハースをさ、紙の上にしてやよ。これが全メンバーですね。一応ね、でも金箔はリンちゃんとマキちゃんとウミちゃん、ウミちゃんもかな。ということで、あ、かぶってた今。大丈夫？映ったかな？映ってない。ということで今回は、開封動画、第3弾かな。ということで皆さんもね、ちょっとね、多分1箱買えば十分だと思う、俺は的には。あと、確率的にはね、もう結構ダブった。でも、たまたまこうだったのかもしれないけど。ということで、あ、でもね、それにしても、でも、りんちゃんと、のぞみちゃん、あ、えりちとのぞみちゃん出なかったから、ね、やっぱ、物欲センサーっていうのが働いてね、こうなったのかと思います。ということで、皆さんも買ってみましょう。